今緊急でマジで動画回してて、誰かにもう聞いてほしすぎて、もう今恵比寿のベンチに集合して動画撮ってるんですけど、めっちゃ声響くんだけど、ここね、やば、あんまり大声出さないのに、でも本当にお互いあと時間がもう15分とかしかなくて、ね、そんな中で動画撮ってる。でもね、本当に聞いてもらいたいの、ね、本当に聞いてほしくて、はいはいはい、何があったかというと、もうヤバい男がいたの、うん、本当人生で一番ヤバい男だった、うんうん、本当にうちらはね、最近会ってなかったから話全然聞けてない。あ、そうだよね、韓国以来会ってない、うんうん、そう連絡は取ってるけどね、うんうんうん、本当に、ね、もう一昨日の出来事なんよ、うん、何キンキンやん。で一昨日出会った人がいたの、うん、でその人にもう会った日からもうお互い意気投合して、うんうん、もううららが言ってたけど俺ら付き合っちゃうみたいになってあるよね、そうそうそう、うん、まあでも1日目だしと思って付き合わずにいて、で2日目にまた会ったの、うんうん、今日も会いたいみたいな、うんうん、だからさそのさあの連日会うやつさやばいよね、そう連日会うのはやばい、そう連日会うのはもう絶対に付き合うみたいなあるじゃん、予兆が、うんうん、それで案の定2日目に付き合おっかって言われて、うん、キャーってなって付き合ってお泊りしたの、うんうんうん、でお泊りしてまあまあね、まあいい感じになっていろいろあった、うんうん、結構有名なの、そうだね、多分その私も知り合ってさ2日目でもさそこのさバックボーンがあるからさ、うんうん、結構信じちゃうよ、そう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 、えてかさそんなさじゃあ2日目でさ付き合おうとか言うなよって感じじゃない、付き合ってやった後に言うのはね怖いねっていうのがめっちゃ緊急で撮る理由、だるいわ、だからなんでさそういう人いるんだろうね、子供じゃない、うん、子供だね、なんか結局さアクセサリーじゃん、なんか綺麗なさ女の子と付き合えた俺みたいな感じで最初いいかなと思って、そうそうそう、なんかでトントン拍子でトントン拍子で付き合ったけどさ、なんかそんなこと言われたらマジ萎えるね、だから初めてやり捨てというものを経験した、でも私付き合ってもいつも1ヶ月とかやらないの、うんうんうん、でもそうだよ、ね、この人はバックボーンも分かってるし、うんうんうん、何者かも分かってたし、ね、分かってたし、うんうん、本当に久々に私好きだなって思えたの、うんうん、私その人と話してる時すっごい顔にやけるし、うんうん、分かるこの気持ち、うんうん、すごいにやけちゃうの、うんうん、だからいいかなと思ったらまさかのやり捨てされた、まずさ、まずそれこそ人間不信だな、なるなんか自分のさ直感をさ結構信じてた、あるよね、そうあるあるある、でも一番今思ったらやばいなと思うの絵文字、絵文字絵文字また絵文字をすごい使う人なの、絵文字使う男はマジなし、なしなし、彼氏使わない、使わない、ピエンマークを使うのすごくその人、うん、でもっとやばいのは大阪から先月やってきて、うんうんうん、7月にやってきて、うん、ザ・六本木東京に住んでたの、やりちんが住む有名なマンションなんかで分かんなくて多分そこにしたの、でも今思えばそこやばいなって、あとやばいポイントは、うんうん、使い捨ての歯ブラシが50本くらい置いてあったの、うん、え何やばくない、そうあの使い捨ての歯ブラシが、でもそこで気づけ、あ自分がそういうタイプってこと、そう自分がそういうタイプなの、俺毎回ローランド式、そうローランド式、あ、うん、でもさそしたらさ可能性あるよ、女の人がさ来ててもさ、そう分かんないの、分かんない、しかも彼もディオールの、うん、あのカプチュールピンクのあのスキンケア、うんうんうん、もう超有名なディオールスキンみたいな、スノースキンみたいな、うんうん、あのラインを使ってんの、え嘘だよ、えでもマジでそれが合うらしくて肌に、合う前から聞いてて、それはだって私は男で、ね、あの女物の化粧水、あの特にアルビオン使ってる、アルビオンの乳液がある男をマジ地雷だと思ってたけど、それと一緒だよ、うん、しかも香水もフェラガモナのリボンついてるやつとか置いてあったの、絶対嘘、でもそこで気づいて恋は盲目、確かに、でも置いてあって普通にナチュラルに、うん、それだけ、でもそこの時ね、いい匂いじゃないみたいな信じちゃったわけね、うん、あこんな女の子らしいパッケージでも使うんやみたいな、うん、いやーキモかったね、恋は盲目だね、まあでも2日で終わった、48時間の恋でした、だからさそんな2日間のことだからさ、私も結構連絡取ってるけどその話全然聞いてなかったからさ、うんうんうん、何のことって思ったら、そうだよね、でもあるそういうやり捨てとか、え付き合おうって言われてやって、うんうん、6時間後にやっぱ無理、それはない、それはないじゃん、それはない、これはやばいじゃん、でもなんか今月ゴルフ行くんだけど、そのゴルフ友達が誘ってくれて、そのユニクロ男がめっちゃイケメンっぽいの見てほしい、早くない、いいね、なんかあの切り替え早い女好きだもん、うん、めっちゃ予定入れとくから、この人しかも名前本名フルネームでさ、えガチこれ見て、
これは、これはダメだって。顔でしょ、ダメ。もうセットアップにメガネかけてる男はダメ。ダメ？いや、かっこいいよ。かっこいいよね。かっこいいけど、ユララがかっこいいっていうのは珍しいわ。顔ちっちゃいじゃん、だって。ちっちゃい。でもなんかもう信じられない。でもさ、本名だよ。名前、本名、フルネームだよ。え、そう。だけど、探偵ちゃんも探偵ちゃんでさ、トーステップの女なわけじゃん。あ、ちょっと、子供たちが、子供たちが。子供たちが、いやいやいや、現れてからさ、ちょっと小声なんだけどさ、まあ、声拾ってくれるかな。でもなんか、でもさ、相手は自分の鏡って言うじゃん、うん、だからもう、相手のレベルをね、こう低いと言ったところで自分のレベルなんやなって思う、うん、でもこれは相手のレベルが低いどうこうよりも事件よ、事件あるから。このスカート可愛いでしょ。可愛い。ミニスカート、スリット入り。え、めっちゃいい。生地がいいです、そうそうそう、皆さん。この生地、これ、年から年中使える。使える。生地です。もうこれ1個持ってれば、もう合コンから、何から何まで行けます、皆様。あ、そのイケメンとなんだかんだの話。もう相手、でもね、ほんといい人だったの。うん。でも友達に言うと、それは、うん、見えてないところが見えたから、うん、悪いところは、悪いところって受け入れようって言われた。いや、でも確かにさ、そうなんだよね。そのさ、歯ブラシ50本とかさ、うんうん、化粧水がさ、明らか女の子の時点でさ、パシャカが効いてるとさ、確かにまず気づけるよ。え、その男絶対やばいよって言えるんだけどさ、うんうん、当事者だとさ、うん、でもみたいな、なんかそれくらい、ね、なんか美意識高くて、なんか優しい人だったのってなっちゃうじゃん、うんうん、そうだよね、グララもそうだもんね。他者にはめっちゃアドバイスできるけど、そうそうそう、いやでも違うのよ、女全員そう。確かに間違いないわ。そう、女の子がさ、自分のさ、人へのアドバイスはさ、そうね、一丁前に一丁前に言うんだけどさ、まあ、自分の恋愛ってなるとさ、まあ、むずいよね。本当にそうだと思う。いや、次行こう。次、めっちゃタイプだったの、顔も性格も。あ、その前の人だよ、あの地雷男の、地雷男。あで、服もタイプだったの。あ、地雷男の方もさ、さっきちらっと顔だけ見たけどさ、全然かっこよくはなくない？え、なんか写真写りが悪い。あ、そういうことね。実物はめちゃめちゃ菊池風磨で、背も高くて肌も真っ白で、歯並びもめっちゃ綺麗で、歯並び大事だよ、肌も 白くて、うん、で服もアクネとかの、うんまあ、黒い無地のトップスとか、うんうん、フェンディのトップスみたいな、うんうんうん、そう、服もおしゃれだった。あ、でも、まあ、恋してたんだね、ね、2日間だけ、うん、これが盲目ってやつ。そう、何度も言いますけど。しかも一番いいなと思ったのは、うん、私と初めて会った日に、うんうん、次の日また別の女の子とご飯の約束入れてた、その人。え？でそれも言ってくれて、あ、そうで、あ、そうなんだみたいな、うん、まあ嫌だけどしょうがないよねみたいに言って、うん、前から約束してたしお店も予約してるからみたいに言われてて、うんうんうん、そしたらなんか当日にキャンセルしたって言って LINE のスクショと共に送られてきて、あ、そう、そこは好感度めっちゃ高くて、うん、でもお店がみたいな、うん、ここだから一緒に行ってくれるみたいな言われて、うん、行って付き合ったの。あ、いろいろ証拠いつも送ってくれたりとか、 LINE とか全部見せてくれて、スケジュールも全部見せてくれて、でしかも、うんうん、初めて会った日に、うん、韓国行く予約もしたし、うん、マジ、そう、箱根も予約したし、うんうん、やばくない？やばいよね、うん、なんか行動力がすごかった。目の前で予約してくれる、全部すごいね、やりちんなんだよね、きっと。だから慣れてるし、なんかもはやさ、ちょっと詐欺師っぽくない？あ、詐欺師っぽい、怖いね、今思ったら。そう、目の前で全部予約とかしてくれて、で10連休くらい取ってくれて、ここなんかどっか一緒に行こうみたいな、すごいね。なんかその人ホストとかやったら売れそうだね。確かに。だからもうそれに騙されてしまった。意外と、ピュアなんだね。そう、意外と恋愛経験ないじゃん。確かに確かに、今まで付き合ったのも少なかったしなと思って、切ったけど。まあだから勉強代だね。勉強代だった。ずっと彼氏いなかったし、なんか確かに確かに男の人とそういうことするのが無理だった一時期。キモくて、うん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 、なんか肌が綺麗じゃないと無理なの、できないの、うんうんうん、でチューとかも歯が綺麗じゃないとできないの、うんうんうん、で銀歯あったらできないの、うんうんうん、そう、虫歯あるとね、そうで銀歯をセラミックにしてる人じゃないと無理、うんうんうん、っていうこだわり強めの女だから。はい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 。でもまあ今日も8時から、うん、同い年の医者とご飯行くし、早くない？うん、明日も朝、うん、昼と夜男とご飯行くし、なんか恋活すごくない？なんか婚活じゃなくてさ恋活がさ盛んじゃない？違う、暇だからめっちゃ予定入れちゃうの、うんうんうん、っていう緊急で動画回しました。はい、よかった。なんか
大丈夫、うん、もう話したいこと話せた、うん、話したよかったな。でも全部バレればいいのにと思ってしまう。思っちゃうよね。なんかさ、別に自分が見てた時はすごい好きって思うけどさ、なんかひどいことされたらさ、何にもかもがさ憎悪に変わるよね。そうそうそう、本当にそう。てかこれから被害普通に続出しそうじゃない？てかね、それくらいやりちんなら。確かに確かに東京って傷つく、うん、女の子が被害者の会、歯ブラシ50個だし、しかも目の前で予約するし、うん、信じちゃうじゃん、そんな。確かに確かに、気をつけた方がいいです皆さん。うん、気をつけてください、こういう男には。これを見て、歯ブラシめっちゃあって、うん、ディオールのスキンケア使ってて、てかさ、でもそんな人めっちゃいそうじゃない？六本木？本人住んでたりとか、うん、飲み歩いてる男とかって、うんうんうん、どんなにいい人でもそういう人多い気がする。確かに、うん、多いと思う。なんかその人に限らず、なんか気をつけた方がいいよね、そういう地雷男には。そう、なんか雨降ってきたね。雨降ってないって、ほら水がこぼれてるんだよすごい、満タンだった水が全部こぼれてる。え、さっきまでこれ満タンだったの。やば、ちょっとちょっと、え、あ、この中水浸しになってる。うわ、やばいやばい、ちょっとプールプールプールになってる。見て、プール。あー、ちょっとちょっと、え、ちょっといい風来てるから、それにこうセリーヌをさ、ブブブブンって今外カメ、うん、外カメにしてる。でも、もう乾かない。これさ、洗濯バサミでこうやってやっといたほうがすごいさ、めっちゃ綺麗に映えてんだけどさ、それがすごいいいよ。ほら、風に当ててきて、風に